こんにちは、宮島です。今日は語り動画6回目なんですけど、6回目というか5回目の続き、後編になります。高校の時に経験した膝の前十字靭帯のお話をするので、もし前編見てない方は前編見てください。怪我の直後から術後4ヶ月までを、術後5ヶ月目から復帰まで話して、術後5ヶ月目、このノート見るとついに心が折れかけるって書いてあります。走りのスピードもマックスの5から7割だから、まあランニングぐらいは、ランニングとちょっと加速走ぐらいだったらできるようになって、でボールも普通のパスならできるようになりました。だからパスとかできるんで楽しくなってくる時期だと思います。筋力がだいたい6、7割ぐらいまで戻って、でもやっぱもっと戻さないといけないので、この時ね筋トレをめちゃくちゃやりました。下半身も怪我をしてる方、本当毎日きつくて、2日に1回の阪神でしたので、もうね、たまにそのトレーナーの方に、ちょっと今日はやめようって言って、本当きつすぎますみたいな感じで交渉してって、なんとか続けてました。走りはまだ復帰まで4、5ヶ月あるので、特にきつい走りをする必要もないので、そこまでしてなくて、まだね、走りとか、ボール蹴るの楽しいなって、筋トレだけきつかったです。筋力戻さないと、再発のリスクが高いので、5ヶ月目の皆さんはとにかく筋力を上げていきましょう。やってたのはスクワットだったりエクステンションだったりカールだったりですね。もうほんとシンプルなトレーニングです。それに加えてバランスディスク、ちょっと名前がわからないんですけど、片足でこう持ってグラグラするやつで、バランスとの練習をして、筋力としっかり膝の伝達、しっかりバランスを取るっていう伝達もしっかりトレーニングとしてやってました。ランニングも、そこまで多いですし、切り返しもまだまだなのでやってみます。とにかくこの時は筋力を戻すというところにフォーカスしてやってました。もう、ね、気持ち的にはもうどんどん復帰できるんじゃないかみたいな、結構動けるんじゃなくて焦りが、ね、どんどん出てきて、これをねコーチだったりトレーナーの方が抑えてくれたので、なんとかね暴走せずにやりきれましたけど、ここら辺が一番きつかったです。結構折れそうになってね、コーチとやっぱ話してメニュー減らしたりとか、もう愚痴言いながらもやってました。本当に感謝です。クラブユースでユースがベスト4まで行ったんですよ。もう自分はこう怪我してリハビリしてるのに、みんな活躍して全国でベスト4まで行って、チームは九州とか遠征したんですけど、自分はもちろんプレーできないので新潟残ってリハビリしたんですけど、その時はこうなんか活躍して嬉しい、勝って嬉しいのに悔しいみたいな変な感情でした。結構ねこの時は厳しかったですね、気持ち的に。トップ昇格も狙ってたので、高校2年生ってすごい大事で、クラブユースで活躍するとか、リーグで活躍するとか、いろいろあるんで、その中で全くサッカーできてないっていうのは、活躍とかじゃなくて、存在をアピールできないので、うわ、このままじゃ絶対トップ上がれるのか、それ以前の話じゃないかって、結構きつかったのを思ってます。寮で一人で、チームのクラブユースの全国の試合を見て、悔いが残ってると書いてあります。本当にそうです。術後6ヶ月目。肺への負担が高まり、ここから地獄の走りがちょっとずつ始まります。筋力もほとんど戻って、なんならね、怪我したと足の方が筋力が増えてました。右の方がね、弱かったんですよ。それぐらい頑張って戻しました。ダッシュも縦であればマックスまで OK になりました。で、変則的な動きも切り返しほどこう鋭角にはできないですけど、緩やかな切り返しだったらできるようになりました。でボールもほとんど使うのは OK で、ちょっと体重許可出たんですけど、チームの、まあ、トレーナーと話してまだやめておこうというのでまだやめてました。体をね当てる練習とか、こう当てられた状態でボールコントロール、体コントロールする練習をしてました。この時は筋トレは、一旦頻度を落として、ランニングと切り返しとこう体の使い方ですね、しっかりこう倒れれるかとか、あといなせるかとか、再発しないように、意識してやってました。でうまくいけば復帰まであと2ヶ月って言われてたので、ちょっとずつモチベーションも上がってきて、マジ本当ラストやったろうって。で、ね、この時の、はい、ランニングのメニューが書いてあります。サーキット系 3200m インターバル、これを毎日この3つの中から1つは選んで毎日ずっとやってました。もう本当に自分とのメンタル勝負で、クリスマスの日とかに1人で3200をね11分とか走って死にそうになってた時もありました。けど本当復帰したい気持ちがもう大きかったので、もうそんなにメンタルが負けなんです。でこの頃からチームの走り練習とパス練習まで参加しました。
新潟の冬っていうのはね、雪がやばくて吹雪がすごいんですけど、あのその中で走って、でパスレンまでは練習でチームと参加して、本当にね、怖さはあるんですけど、とにかく楽しかったです。この時に気をつけた方がいいのは、切り返しで、強く行き過ぎないことです。ここで復帰する選手も結構いるんですけど、もちろんチームによって変わるんでいいと思うんですけど、少しでも不安があったらやらない方がいいと思います。しっかり基礎を作ってからだと思います。トレーナーだったりドクターと話して決めましょう。その 7,8 ヶ月目切り返しの怖さっていうのが書いてあるんですけど、復帰目前です。筋力完璧、身体機能バランスだったり、めちゃくちゃ走ったんで心肺機能も戻ってました。こう走りしか僕やってないので、チーム全体の走りだとかなり上位でした。サッカーやってないんですよ、ランニング部です。で、7ヶ月目から切り返しと強いステップが始まりました。これも最初怖かったんで、ちょっとずつちょっとずつです。で、8ヶ月目から対人練習、対人練習は紅白戦とはいかないですけど、2対2の練習だったり、ミニゲームに入るとかやってました。で、最断裂の恐怖っていうのは常にかかったので、これをやっぱなくすっていうのは難しいんですけど、徐々にトレーニングだったり練習前に個人で補強するっていうのをやってれば、ちょっとずつ取れていくので、信じてやっていってください。どっかで信じてやっていってください。どっかで怪我をしてから、復帰はまだしてないんですけど、紅白戦とか入っていくようになって、人と当たった時に今まで結構耐えちゃったり無理な体勢でキープしてたんですけど、この時はもうあえてちょっと危ないと思ったら、悔しいんですけど倒れるようにしてました。これはもう自分の評価とかそういうよりは、まず慣れるために無理せずにやってました。危ないところはね、その時は行ってません。で、それでもちょっとずつ慣れていって、その中でこう股関節の使い方だったり、お尻の使い方で怪我の予防だったり、当たり方を学んでいきました。いいね、切り返しと着地は個人でもうずっと行って、練習前練習後少しでも時間あってやってました。で、8ヶ月目後半でチームの紅白戦に参加、怖さはゼロではなかったのですが、かなり減りました。で、9ヶ月目ついに試合復帰です。手術までは合わせると10ヶ月、復帰まで10ヶ月、ここまでは本当に長いです。絶対にもうね、折れないって決めてやってきてよかったって思った瞬間だったんですけど、新潟の高校との練習試合で、まずこう前半15分ちょっと出て、その後45分出ました。10ヶ月ぶりの試合、本当に楽しくて、サッカーやってんなみたいな。本当に今までサッカーやって一番楽しかったぐらい、本当楽しかったです。もちろん足にボールつかないとかちょっとあったんですけど、それよりもこうサッカーやれてるのが本当に楽しくて、本当に感謝しかなかったです。前十字の怪我はもちろんそうなんですけど、この復帰したら終わりっていうわけではなくて、ここから再発する人、1年以内に再発する人とか、いないとか、たくさんいるんですよ。だから、ここからしっかり、リハビリではないですけど、補強トレーニングだったり、バランストレーニングっていうのを続けられるか、あと少し不調があったらちゃんと言って、改善できるかっていうのが、再断裂しないポイントだと思ってます。今まで再断裂してないんですけど、今でもアップ前に、膝の補強トレーニングとか着地のトレーニングとかをやってます。必ず毎練習前、試合前に絶対やってます。で、ね、この2年、この高校2年生の1年間を丸々で失ったっていうのは結構悔しかった。いろいろあってクラブユースとかトップに上がれる上がれないって話も結構高校2年生でね、煮詰まってくるので悔しかったんですけど、もう終わってしまったことはしょうがないので、高校3年生に生かそうと思ってラストイヤー、高校3年間やりきったということになります。怪我をする前と怪我をした後で能力の差とかどうだったんだっていうのを最後にご紹介しようと思うんですけど、怪我をして悪くなった点っていうのは正直まあなくて、あるとすればその経験を入れなかったことだったり、大事な1年を棒に振ってトップへのチャンスを減らしてしまったっていうところではあるんですけど、身体的サッカーでいうと体のプレーのだったり身体能力でデメリットは正直感じていません。むしろフィジカルと体の知識とあと基礎技術のレベルアップとか体の使い方っていうのはサッカーやる前、怪我をする手術する前より格段に上がったので、怪我をしてよかったっていうのは正直全く思ってないんですけど、してしまって、こうやって復帰できてよかったなって、この10ヶ月間1回も諦めずにやりきれてよかったなと思っています。
今怪我してる人も本当に信じてリハビリは続けて絶対に焦らずにねやって生きてほしいなと思います。膝にねボルトを埋め込むんですけど、手術ね、抜歯手術っていうのは1年後ぐらいにやるので、それはねやる人やらない人いるんですけど、僕は取ってもう無事ボルトもありません。まあちなみにボルトの取る手術してからは1週間だけサッカーできなくなっちゃうんですけど、あの問題もないので1週間ちょっと休んだらできるので安心してください。ということで最後まとめなんですけど、怪我をねするとメンタル的に何よりきついと思うんですよ。特に長期の怪我だと本当にメンタル持たなくて嫌になったりとか、苦しい時って何回も来るんですけど、そういう時は本当人に頼って周りのチームメイトだったりトレーナーだったりコーチに相談したり一緒にやっていくっていうのが大事だと思います。変に強がって一人でやる必要はないです。でこのね10ヶ月の苦しい経験っていうのはどっかで生きてくるし、サッカー関係なく人生で生きてくることだと思うので、こういう経験してよかったなって将来思えると思うので、今怪我真っ只中、リハビリ真っ只中の真っ最中の人ももちろんこのリハビリのねやり方っていうのも参考にしていただきたいですし、考え方だったりメンタルのところも、ぜひ参考にしていただきたいなと思います。で今怪我してる人でメニューだったりいろいろコメントよろしくお願いします。はい、ということで、以上前十字靭帯のリハビリだったり膝事情でした、手術事情でした。また次回もご覧ください。ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。5月1日までに1000人いけば金髪坊主になりますので、宮島の金髪坊主が見たい方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。